どうも、津軽三味線の正勝です。今日はですね、2月5日、しのぶえのね、メンバースイさんが誕生日なんですけれども、サプライズバースデードッキリを敢行したいと思います。今日ライブが終わって、一応ね4公演全部ジャパンエキスポでの公演は終わったんですけれども、その打ち上げでですね、リーダーのジンさんに僕が、切れます。いわゆるブチ切れドッキリというやつですね。内容はと言いますとですね、ジンさんが今バーをやってるんですけども、そのバーが、アーティストとしてどうなのっていう話で突っかかっていきます。で、散々突っかかった挙句喧嘩になり、最終的に僕がバーを辞めるかバンドを辞めるかどっちか選べみたいな理不尽な切れ方をします。最終的にリーダーのジンさんが店をブチ切れて出ます。で、ブチ切れて出て、その後に、ケーキを持ってきてドッキリでしたという内容の、ドッキリをします。お楽しみに。これ別に金取ってないから、うちの経済が。近いけど、でも。何やってんの、あんたら。せっかく歌いに来て、こんだけ楽しい席。やめなさい。でもやっぱり昨日言った話ですけど、やっぱ食中毒のやつとかって会社で次は出さないって、だって出さない、そんな無理じゃないですか。責任取れないですよ。社長とかファンクラブとかから言われてすげえかばってたんですよ。まあ、じいさん考えなきゃいけないことはあるかもしれないけど、マジでそれだけはもう本当ちょっと考えてもらってほしいなと思ってるんですよ、本当に。マジで。俺って社長から一応取ってるから、いやまあね、だからまあ言われてはいるんですけどね。究極の話ですけど、バーやめるかバンドやめるか、なんでそう思っていくの。究極の話、なんでそこまで行かなきゃいけない。これ別にインターネットのためにやっぱり大事です。楽しんできるわけですよ。究極の話してるから、はい、こうやって、だから取れる場所があるって言われて、俺がそこに幸せを感じてるわけですよ。あ、俺なんか、でもさっき言った食中毒だから、いや、ないよ、そんなこと。でも、どこで選手するかは、もう結局人の個人の範囲だから、仁さんの線は確かに僕からすると近いけど、でも僕の線と仁さんの線が違ったっていうと、もうそれはもうすり合わせようがないわけです。で、マサイの線も違うし、みんなその戦術の場所っていうのは違ってきちゃうし、しょうがないと思う。ちゃんと戦術なんでだからやめるってなんだよ。おかしいやろそれは。いや、だから仁さんはそれは気をつけなきゃいけないです、今後も。どうしても全部サービスしちゃうから、それは仁さんのいいとこでもあり悪いとこでもある。ちょっとわかんない俺。いやいや、待って待って、どっかに消えたと思う。やっぱ仁さんはラッキー、ラッキーしたい。いや、ラッキー仁さん、仁さん、なんだよ、もう落ちてんじゃねえよ。全部演技なんで大丈夫です。
僕ら大丈夫です。すいません、ちょっと今本当に水が止まったりが泣いてる。いい人だ。じゃあみんな自然に座ってましょう。これ笑うの笑うの。口角下げてください。タイのせいにしよう。暑いから。いやいや。なんで落ちるの？こっち見ろよ。ごめん、ここでいいの。俺が悪い。リーダーそれそういうの言わないんだ。カメラこっち向いてながら。カメラこっち向いてながら。何あれ？何やってんの？じいさんは我慢したけど、おもちゃみたいな。こうやって印税入ってこないからそれは違う。それはあったのさ。でも印税入ってこない。仲良くしろよ、お前ら。仲良くしろ。さあ、中の時間でございます。しないわ。おい、中、これ中。ないない、中やめよ。出てくれよ。これが閉会式だから。
おお、リンゴのようにかじってます。おい。ハッピーバースデー。